はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら目視大阪新梅田さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、で、お部屋までの様子は、夜の方がね、雰囲気が出ているので夜に撮ってきました。はい、で、お部屋は昼間のついてすぐっていう感じになります。はい、では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。はい、ではお部屋ご紹介したいと思います。まずお部屋の位置ですが、エレベーターがこちらでこんな感じで1418、14階のお部屋になります。はい、で、まあこれはね、もうモクシーさんはご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあ結構ねシンプルで、右側にいろいろかかってますが、先にこちらですね、水回りのスペース行きたいと思います。で、まあここ閉まるのでこんな感じで閉まると、まあ結構ね、おしゃれでかっこいい感じかなと思いますね。ちょっとなんか立て付けとかがちょっと緩い感じですけど、はい。で、いろいろ見ていきましょうか。お手洗いこんな感じで、こちらのお部屋は
シャワーブースのみっていう感じですね。はい。で、まあこの辺はね、雰囲気そのままに、ピンクの、これはケースがピンクなだけですかね、バスアメニティ、ブランドは不明です。はい、こんな感じですね。で、洗面台の周りはこんな感じで、ここにまあ結構収納とかね、いろいろコンパクトにまとまってて、これがこのホテルのコンセプトかなと思いますね。ケトルもここにありますね。で、こんな感じで、ビダルサスーンのなんかドライヤーは割としっかりしてるかなって感じしますが、こんなドライヤーです。お手洗いこんな感じで、タオルはここにかかってます。手鏡こんな感じで、はい。で、お部屋行ってみたいと思います。で、まず右側にいろいろなものかかってますね。クローゼットスペースみたいな感じで、ハンガーで、ここがちょっと革っぽくなってて、まあおしゃれですかね。で、テーブルや簡単な椅子もこちらにあります。まあコンパクトなお部屋なのでね、まあ普段は作業は下でどうぞって感じですかね。まあ寝るためというか、もうベッドがね、こう活動拠点になるようなお部屋ですかね。で、お部屋はこんな感じ。まあ、まあね、こういうコンセプトですよねとしか言いようがないですけど、高級ホテルとは違いますよね。おしゃれな感じで、もう部屋のね、広さとかは割り切って使う感じかなと思います。はい。まあちょっとストリート系というか、そんな感じの雰囲気ですよね。はい。で、テレビこんな感じで、こちらにはモクシーの紹介出てますが、こちらはね、結構画面は大きいので、ここ画面の大きさはね、ここはしっかりしてくるんだとかいうとこありますけど、こんな感じで。ちょっとね、音も出てますけども、あえて今回は雰囲気も出るので、このまま行こうかなと思います。で、こちらが、はい。冷蔵庫ですね。もう、ペットボトルとオロナミン C ぐらいしか入らないかなと思いますけど、もういいですね。割り切っていきましょう。で、照明はこんな感じ。はい。で、今日はツインの部屋ですか、そもそもダブルの部屋があるのか、よくわからないですけど、こんな形ですね。で、ベッド脇はこんな感じで、通常のコンセントと USB2 つっていう感じですかね。これは左右どっちもです。はい。なんかいろいろ可愛くてね、まあ、若い雰囲気ですよね。金庫あります。こちらは、金庫を一応隠しましょうか。でも閉じないと隠せないぞ。ちょっと閉じますね。はい、こんな感じで、こちらは空です。はい、こんな感じになります。はい、いいですかね。はい、テレビどんな感じなんですかね。ちょっとチャンネル入れてみましょうか。テレビチャンネル、よいしょ。 BS は見れるっていう感じですかね。はい、でもなんかこれどうなんですかね。 YouTube とか見れるんですかね。 Netflix とかはボタンがありますけど、どうなってるんだろう、ちょっとわかんないですけど、ちょっとわかんないですね。はい、ということでこんな感じで、まあモクシーの文字がいろいろな場所にあるかなと。で、眺望は一応覗いてみましょうか。こんな形で、まあ14階ということで、意外と景色に、ね、圧迫感はないです。はい、梅田のビルが見えたりして、街中のホテルに、シティホテルに泊まってるなって感じはしますね。はい、こちらから撮るとこんな感じの雰囲気になります。まあおしゃれでね、いいかなと思いますね。はい、ということで、ちょっとね、お部屋がそんなに広いわけじゃないので、説明がかなりコンパクトになりますが、こんな感じになります。では、その他の、ね、施設も利用した感想などをこの後お話したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちら、モクシーさんの大阪新梅田さんですね、をご紹介したいと思います。で、まず立地ですね。で、立地は、大阪駅からですか、 JR 大阪駅からタクシーで700円を切るぐらいですか、500円から700円の間ぐらいで来れるかなと思いますので、お二人とかでね、来る方は一人当たりにすれば300円とかになると思いますので、まあ、タクシーでもね、移動しても来てもいいかなっていう、移動しても来ても移動してきてもいいかなと思います。で、歩いてくると大人の足でも、まあ、15分から20分ぐらい歩いたらかかるんじゃないかなっていう距離感なので、荷物を持ってくるにはちょっと辛い距離感かなと思います。で、荷物が軽かったり、季節が歩きやすい季節なら、まあコロコロしてくれば耐えられないこともないかなっていう感じですけど、
ちょっと辛いかもっていう距離感ですね。で、鉄道網は私は全くわからないので、はい、すいませんですね。で、こちらはマリオットグループに、属していて、なんか修行とかですか、プラチナ修行とかされるときに割と大阪の方々、関西の方々には使われてるホテルなんじゃないかなと思うんですが、モクシーさんのね、ブランドは私は個人的にはまあ合わないんじゃないかっていう思いもあって、全くね行く気もなかったホテルなんですが、まあ一度もね行かずに、なんかあんま合わないって言ってるのもということで、一回ぐらいどこかに行く機会があれば行ってみようかなって心変わりしたタイミングがありまして、そのタイミングでねちょっと大阪に来ることができるタイミングがあったので、こちらにしてみました。で、まあ東京錦糸町ですかにもモクシーさんあるんですが、まあ、そちらは近くをね通った時にすごくゴミが、ホテルの周り、ホテルの問題ではないんですけど、街にゴミが多くて、まあ、それがちょっと気になってしまって、夜ねこう一人で出歩いたり写真を撮ったりするのもちょっと怖いなと思ったところもあるので、エリア的に気になって錦糸町では行かないなと思ってたんですけど、こちらにね来ることができました。でこちらの印象なんですけど、まあ、広い道に面してるってこともありますし、外から見ても結構明るくて大きな建物に見えるので、なんか東京のモクシーさんとはちょっとイメージが違いましたね。普通におしゃれなシティなホテル、シティホテルっていう感じで、なんか街にもね溶け込んでる感じもしますし、気になる建物って感じがするので、はい、外観含めて雰囲気も良かったんじゃないかなと思います。はい、で、その他なんですけど、まず気になることから言っちゃいます。で、まず、高級ホテルに泊まり慣れてる方だともしかしたら気になるかもと思う案件が、まあ部屋の広さですよね。で、こちらは行く時に値段を見て平米数とかを確認してくる方も結構多いと思いますので、まあそれでね来てがっかりすることもないと思いますので、この価格で例えば60平米とかは想定してこないと思うので、まあまあこれを分かってくるかなと思いますので、これはねまあまあ不満にもならないかなと思います。で、あとは、バス系ですかね、シャワーしかないので、バスタブが欲しい方はもしかして部屋のタイプによってあるのかもですけど、シャワーブースの部屋がほとんどだと思うので、浴槽に入りたい、湯船に浸かりたいという方はまあお控えいただいた方がいいかなということと、バスアメニティがボディーソープとシャンプーが、まあ、コンディショナーインリンスインシャンプーのタイプなので、この辺はね気になる方はご自身のものを持ってきた方がいいかなっていう感じですかね。で、ドライヤーはねものすごくいいのか分かんないですけど、ビダルサスーンのでこういう形状のねこうパントマイムみたいな感じになってますが、はい、時はねそんな悪いものでもないかなと思うので、意外と可愛くていいんじゃないかなっていう感じがしました。はい、っていうのが、まあ、お部屋関係はそこですね。で、まあ、これはね事実としてお伝えしようと思うんですけど、昼間はお子様連れの方が結構ロビーラウンジのスペースにいらっしゃったりして、にぎやかはにぎやかですね。で、ちょっと遊ぶゲームとかもあるので、もうこれはそういうものだと思って来る場所だと私も来てたので、まあちょっとねお子様が走ってたりしましたけど、まあ、こういう雰囲気だなって感じだったのであまり気にならなかったですけど、知らずに来ると気になってしまうかもなっていう感じはします。で、ただこうスペースによってちょっと雰囲気が違って、入って右側の、なんかコーナー側ですかのところは来た時もお昼だったんですけど、カップルの方々がまあカフェみたいな利用ですかね、こちらにお子様はほとんどいなくて、ゲームがあるのが左側なので、ゲームがあるあたりにやはりちょっと賑やかになって、その奥に行くとビジネスマンの方々がコンセントたくさんあるので、まあパソコンとかをね広げて、会議してたりパソコン打ってたりっていう感じなので、まあちょっとエリアによって使い方が違うんじゃないかなって感じがしましたので、まあ、その辺、目的をね感じていただければ問題ないかなと思います。で、1階はおしゃれなカフェみたいな、おしゃれなカフェとちょっと、入りやすい、バーみたいな、ね、雰囲気が共存してる感じで、これはねまあモクシーの醍醐味といいますか、ここが良さだろうなと思いますので、いいんじゃないかなと思いました。はい、で、食事はね後ほど紹介しますが、料金もねこう500円から1500円ぐらいのゾーンにほとんどの食べ物が入っていて、サーロインステーキとかでも2000円とかだった、あ、2、3000円したのかなとか、一番高くてもそれぐらいのメニューなので、まあ意外とねホテルのレストランとしては使いやすい価格帯じゃないかなと思いました。はい、で、それはまあいいんですけど、
一点だけね、どうしても気になったポイントがあるので、なんかね、いいことばかり話して気になったことがあったのに話さないのはいまいちだと思うので、これは伝えようと思うんですけど、そのカフェのスペースで、お仕事してるスペースでお仕事されてる方2人ソファー席に座ってる方がいて、1人が完全に、靴は脱いでたんですけど、足もソファーに乗っけて完全に寝転がってる状態で寝てたんですよ。もう睡眠です。寝転がってたでも気になりますけど、睡眠してたんですけど、でこれが私が入店してから、出てくまで40分ぐらいはあったと思うんですけど、1回も起きずに寝続けていて、まあ、私もうそのままねお部屋に戻ったんですけど、それでもずっと寝てたので、これはね、お客さんのモラルとしても気になったことと、ホテルの方もこれはさすがにちょっとね一言言うべきじゃないかなっていう感じがしましたね。まあ、お仕事されてたりカフェ利用されてたりホテル宿泊の方で飲んでる方も1回はねチラッと見ちゃいますよね。見てる感じがしたので、さすがにファミレスでもね完全に寝転がってれば注意されてると思うので、この状態だったらまあね100歩譲っていいかなと思うんですけど、完全にソファーで寝てるっていうのはちょっとねモラルとしていかがかなと思ったので、これを注意しないっていうのも正直ホテルのこうコンセプトとしても、まあモクシーさんのこの雰囲気だから許していいっていう域はちょっと超えてるかなって気がしたので、ここはあのこれがね、もしもホテルの方針としてもうそれぐらいは許してるっていう方針なら、私はモクシーには二度と来ないかなっていう感じですし、もしそうでなければね、あのぜひねご改善いただけたらというのと、お客様もさすがにホテルのね安いホテルとはいえ、まあレストランスペースとか食事スペースで完全に寝るのはさすがにどこでもねいいってことはないんじゃないかなって気がしたので、はい、そこが気になりました。これがね、滞在で気になったことの中では一番気になりましたね。まあ、あとは実は気になったとこあまりないのでっていう感じです。はい。で、まあ、総評の、まあ、含まれてるんですけど、ホテル全体の雰囲気は、まあ、予想通りといいますか、まあ、こういうホテルだなと思ってきたので、はい、問題なくですね。で、むしろ、ホテルの宿泊価格に対しては、これだけね、こだわって仕上げてくれれば、むしろ満足度は高いかなっていう印象でした。でお部屋も、まあ、広さは把握してきてますので、まあこれぐらいだなって思ってたので不満にはならないのと、こうテーブルとかね今出してるんですけど、なんか意外と楽しかったりもしましたし、後ろこうクローゼットのスペースもかけてあるんですけど、出るときに着ながら行ってすぐかけてとかも移動しやすかったです。なのでこう旅の拠点とか、にもいいなと思いますし、まあ、普段ね下にいてお話とか作業とかして寝るときだけ戻ってくるっていうのにもいいかなと思いましたね。ただまあお部屋の広さを考えると、中途半端な友達と来ると辛いかもしれないっていうのと、ギクシャクしたカップルで来たら辛いか仲直りできるかかなっていうんですかね、はい、ご夫婦でも同様ですけど、なのでまあちょっとね広さは把握してきていただいて、そこが気にならなければ、まあ結構おしゃれでいいホテルじゃないかなと思いました。はい。で食事系行こうと思います。で今日は梅田にねちょっと買い物に行った時に、帰りにリッツカールトンさんに寄って帰ってきたんですけど、リッツカールトンさんでシュークリーム、これもモクシーじゃねえじゃねえかって話なんですけど、もうマリオットグループなんでね許していただけるということで、あのこのシュークリームおすすめです。ただ結構クリームボリュームがあるので食べ応えあります。はい。で500円しなかったと思うので、まあシュークリームで400いくらだそれなりにしますけど、でもリッツカールトンさんで買ったおやつだと思うと許せる範囲かなと思いますので、これおすすめです。リッツカールトン大阪さんのシュークリーム。チョコレートとか、スイーツとか、パンとかを買えるスペースで買えますので、ぜひっていう感じですね。で、続いて、こちらで、チェックイン直後に、ちょっとフィッシュ&チップスですか？お腹を空いて食べに行ったんですけど、これも載せようと思うんですけど、こんなにね、フィッシュ&チップスが似合うホテルあったかなっていうぐらい似合ってまして、お魚もとても、このボリュームもあって揚げ方もねうまくて美味しかったです。はい。で、夕食ですね。夕食はモクシーバーガー食べました。でモクシーバーガーはパティが2段で結構ね食べ応えあったんですけど、ただあのハンバーガーって食べ応えがあるやつって食べにくくなるんですけど、あの割とパンが大きくて食べにくくなかったですね。ハンバーガーとしては普通に、まあちょっと口を大きくする必要ありますけど食べやすかったです。で、お肉はもうビーフって感じで美味しいお肉でした。はい。
で、朝食はビュッフェですね。ビュッフェの様子も撮ったので、ビュッフェの様子と撮ったもの載せようと思うんですけど、主食はご飯、パン、シリアルありましたね。なので、パンの種類も結構クロワッサンとか、マフィンみたいなやつとかあったりして結構ありました。で、一通り肉とかもミートボールとかソーセージとかスクランブルエッグとかは整っていて、まあ、この価格の朝食としては空間も朝食にね合ってる感じもして良かったかなと思います。はい、そんな形ですかね。はい、まあ価格とかと相談して、まあ、一人でとか何かの拠点にとかには利用することもあるかなと思ったホテルだったので、まあ、来て良かったかなと思います。はい、ということで今日はモクシーの大阪新梅田さんをご紹介しました。またね、皆様も気になっている方とか、もしかしたらもう好きな方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、この写真とかを見て行ってみたいなと思ったらぜひね来てみてもらっていいかなと思います。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。失礼します。